トルコ語アルファベットは、トルコ語で1928年以降用いられている、ラテン用字系アルファベットである。1928年以前に使われていた、アラビア文字によるオスマン語アルファベットを置き換えて使われている。トルコ語アルファベットは29字母からなり、それぞれに大文字小文字のペアがある。そのうちの7種類は、 トルコ語の音声学的要求のためもともとのラテン文字から変更が加えられている。現在の公式アルファベットであり、異なる時代に用いられた一連のアルファベットの中で最新のものである。一般的なラテン文字にある Q、W、X の文字は外来語にしか用いられない。セティーユやウムラウト記号、ブレーベなどの付加記号を付けた文字は、 元の文字とは別の文字として扱われる。一つの文字がほぼ一つの音に対応する、表音文字である。しかし近年の英語からの借用語では、言語での綴りが保存されることが多く、対応関係が崩れることもある。トルコ語アルファベットは29字母からなる。辞書順では、不可記号を持つ字母は持たない字母の直後に配置される。各字母の名称は、イン字は、その発音、死ン字は、 を除いてそのシーンに、ボイに E をつけたものである。Q、W、X は基本的に使用されない。それぞれの音下については、トルコ語の音韻を参照。現在のトルコ語アルファベット以前に使われていた、アラビア文字とその用法には、以下のような問題があった。これらの問題から文字を改革しようという議論が始まったのは、タンジマート期の1850年代であった。 同時期の議論の中では主に識字率の向上を図るためとして文字改革をすることが主張され、アラビア文字にトルコ語の母音を表す文字を足すという提案などがされた。1913年にはアラビア文字のおわざ型のみを用いの3文字の変化形をシーンに続けることで母音を表すという試みがエンベルパシャによって行われたが、失敗に終わっている。 旧来のアラビア文字を捨て新たに、ラテン文字を採用するべきという意見は1860年頃からあり、アラビア文字の改良案と並行して議論が進められた。オスマン帝国の支配下で、アラビア文字を採用し、トルコ語と同様の問題を抱えていたアルバニア語について、ラテン文字が1910年に復活されると、トルコ語でも同様に、ラテン文字を採用するべきという意見が出てくる。 ソビエト連邦内のトルコ語話者がラテン文字を使うことが1926年に決定されると反トルコ主義者からもラテン文字の導入が叫ばれるようになった。当時にはトルコ語知識層の間で最も知られていた西欧言語であったフランス語の表記法をもとにした文字と綴りによってラテン文字化することが当然と思われていたが47文字を必要とし、 記述も長くなるという問題があった。トルコ語アルファベットを紹介するムスタファケマル。トルコ革命によって先見を得たムスタファケマルは1923年からラテン文字化を念頭に文字改革の議論を行わせてきた。ラテン文字化によって西欧に同化されることやコーランを読めるトルコ人が減少することを恐れるイスラム宗教人層からの反発も多くあったが、 1928年5月20日に、まず、アラビア数字の採用が、トルコ大国民議会で決定されると、同様に、ラテン文字が採用できるか調査するために、アルファベット委員会が設置された。委員会では、アラビア文字のラテン文字転写は、原理的に否定され、トルコ語の発音を正確に表す、文字表記について議論が行われた。ムスタファケマルも時間が許せば委員会に参加していた。 委員会は8月に新たなトルコ文字をケマルに提案した。1928年8月9日にトップカップ宮殿で新アルファベットの採用がムスタファ・ケマルによって発表され、その後、ケマル自身が独立の英雄としての自身のカリスマを利用しながらアナトリアを回って新アルファベットの宣伝を行った。この実際に使用した経験を踏まえてケマルは 表記法のいくつかの変更を指示している。例えば設備時の連結時に付けられていたハイフンは廃止された。ムスタファ・ケマルの指示による変更などを経て、現在の形のトルコ語アルファベットと表記法が完成し、1928年11月1日のトルコ大国民議会にて立法がなされた。新表記法への移行は急速に行われた。 立法の2日後から新表記による文章の受け入れが義務付けられ、旧表記法で書かれた本を指導目的で学校で使用することは禁止された。旧表記の本の出版は1929年1月1日以降は禁止となり、1929年6月1日からは市民による政府とのやりとりは新表記で書くことが義務付けられた。 また新表記を読み書きできない者は大国民議会の議員となれないと憲法12条に定められた。この急速な移行は新表記を規制事実化することで大国民議会での論争をけマルが避けようとしたためと考えられる。アルファベット法の成立後、ミレーメキテプレリー国家の学校が設立され、新アルファベットの習得と同時に国民の識字率向上が図られた。 新聞や雑誌では19世紀から部分的にラテン文字が用いられていたが、立法後は新アルファベットの使用が義務付けられるとともに、その紙面で使用促進が図られた。しかし新アルファベットへの移行によって読者数は大きく落ち込み、規模の小さい新聞、雑誌では廃刊になるものもあった。軍でも新アルファベットの教育が行われ、 徴兵された男性には授業が行われた。これらの努力に関わらず、旧来のアラビア文字も1940年代まで使われ続けた。法律によって禁止されているはずの公的空間でも使われ続け、移行は結果的に全身的なものとなった。母音の上のサーカムフレックスは二つの意味で用いられる。一つにはその母音が長母音であることを示し、一つにはペルシア語。 アラビア語に由来する言葉で起こる先行シーンの公害化を示す。後者の公害化については1928年の文字改革の際、K、G、L に A 字を後続させる表記法が一旦決定されたが、すぐに撤回されサーカムフレックスを使う現在の表記が定められた。二つの意味でサーカムフレックスを使用することとしたため混乱が生じ、現在では サーカムフレックスを表記することは少なくなっている。アポストロフィは固有名詞と設備時の間に挟まってその境界を明らかにするために使われる。ハイフンは、はじめ設備時との境界を表すため、また、ペルシア語由来の複合語において、エザーフェを明らかにするために用いることが提案されたが、アタチュルクによってこの用法は廃止されている。後に、トルコ言語境界は、 校舎の用法を復活させたが、近年は用いられない傾向にある。その他疑問符が疑問文の文末に、終止符がそれ以外の文末に用いられる。また簡単符が驚きや強調を表すため用いられる。引用の際には、ダッシュかダブルコートが用いられる。トルコ語アルファベットの29文字に小文字を加えた、トルク語共通アルファベットが1991年に提案され、 1992年にアゼルバイジャンとクリミアタタール人によって採用された。また、ウズベキスタンとトルクメニスタンでも1993年に採用された。ありがとうございます。